こんばんは、イルノミキッチンです。前回作った基本のトマトソースを使った鶏胸肉のチーズグリルを紹介します。昔働いていたレストランの人気だったメニューを参考にして作りました。それでは早速どうぞ。はい、では始めます。鶏胸肉1枚 250g くらいですね。こちらを薄く開いていきます。ここはですね、今回の一番重要なところですので、ノーカットで解説しながら進めていきます。まずはね、厚みが薄い方を半分に開いてあげたら、反対側の厚い方を薄く開いた面と平行になるように慎重に包丁を入れていきます。これ一度に切ろうとはせずに、こうやって厚みを確かめながら開いていきます。このくらいまでね、開くことができたら、あとはもう微調整です。ちょっとね、厚すぎる部分があれば包丁を入れて、こんな感じで均一な厚みに開けたら、あとはこれを半分にカットして、最重要な下準備はこれで完了です。はい、では鶏胸肉に下味をつけていきます。分量はうっすらと表面にまんべんなく行き渡るくらいの量です。この辺は感覚と好みですので、まあ、濃すぎず薄すぎずを目指して適量を見つけてみてください。ちなみに僕が使っているこのアルペンザルツのお塩なんですけれども、もちろん味もすごくいいんですけれど、ちょっとね、適量を振りやすいので気に入って使ってます。ではここに小麦粉を振っていきましょう。全体的にまぶしていきます。これいきなりドバッと振るとつきすぎちゃいますので、最初はちょっと少なめに振ってあげてください。やっぱりね、これだとちょっと足りないんで、さらに小麦粉を追加します。全体で大さじ 1.5 くらいですかね。ここで余計な粉は叩いてしっかり落としてあげましょう。表面がサラサラしていれば OK です。それではチキンを焼いていきましょう。フライパンを中火で加熱しまして、オリーブオイルを小さじ2です。30秒ほど温めてから鶏肉を焼いていきましょう。フライパンでは6割くらいの火入れで、残りの火入れはグリルで行います。まずはタイマー3分にセットします。残り1分になったら鶏肉をひっくり返して、裏面も同様に軽く焼いていきます。このくらいの薄い焼き色が目安です。これ火力が強すぎたり、長時間焼きすぎると硬くなっちゃうので注意をしてください。ではこれを予熱しておいたグリルに並べていきます。ちなみにこの作り方なんですけれども、僕が昔働いていたレストランの人気だったメニューを参考にして作っています。これね、かなりしっとりジューシーに仕上がるのでおすすめです。はい、ではここにピザ用のチーズを乗せていきます。これレストランではスライスチーズだったんですが、こっちの方がやっぱ使い勝手がいいので、我が家はこれを冷凍庫に常備してあります。まあね、ちょっとボロボロこぼれちゃうんですけどね。表面全体を覆うように丁寧にチーズを乗せていきましょう。最後はちょっとね、面倒なんですけれども微調整しながらやってください。こんな感じでチーズを乗せ終わりましたら、グリルで焼いていきましょう。焼き時間は強火で4分です。この間にソースを作っていきましょう。ではフライパンは洗わずに温めてください。鶏肉の旨み残ってますよね。で、前回作ったこのトマトソースを 80g くらい加えて温めていきます。あれですね、分量はまあ大体なんですけれども、風味の差が感覚で、わかるんですよね。意外とね、このカンピューターってやつは料理慣れしている人ですと割と結構正確だったりします。はい、ではソースが温まってきましたら、塩コショウで味を整えていきます。今回はね、割とシンプルな味付けになります。バジルとか加えても、もちろん美味しいんですけど、
今回はね、トマトのうまさを最大限全面に押し出しました。というわけで、今日のカジノという名の角低い発動です。これね、本当に大事な工程なので必ず味見はしてください。今回は先にソースを皿に敷いていきます。なんでソースを下に敷くかと言いますと、これはチーズの焦げ目を上に見せたいからなんですね。上にソースかけちゃいますと、せっかくの焦げ目が隠れちゃいますからね。こうやって仕上がりを想定しながら盛り付けを考えるのも料理の楽しさの一つだと思います。チラ見したらチーズがいい感じだったので、グリルの加熱は4分弱で終了です。どうですかね、この完璧すぎる焦げ目、最高ですね。はい、ではあとはこれを盛り付けていきましょう。ソースが半分崩れるくらいですね。こんな感じで置いてあげるといいと思います。仕上げは彩りのパセリをパラパラっと適量振ったら完成です。はい、鶏胸肉のチーズグリル完成です。しっとり柔らかな鶏胸肉に焦がしたチーズの香ばしさが加わり、甘くて旨味たっぷりのトマトソースを絡めて食べれば、ナイフとフォークを動かす手が止まらなくなりますよ。ぜひカリッと冷えた白ワインと一緒にどうぞ。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の料理の PFC バランス表はこちらです。作り方は概要欄に書いてありますので、ぜひそちらもご覧ください。今回の動画が美味しそうだな、役に立ったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。コメントもお待ちしてますので、感想や料理のリクエストなどございましたら、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。